もピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、あ、レベルザットエキストス、あ、レベルザットエキストスかっこトロールということで、あのレベルは存在するという意味なんでしょうか。どのレベルかわかんないですけど早速始めていきますか。クリア率は 1.40% でね、最近思ってることがあるんだけど、トロールコースっていろんなコースがあると思うんだよね。その中でも探索するようなトロールコースが好きだなって気づき始めてしまいました。さあ、左に魚が降ってきたけどさ、矢印左下って書いてるよね。なんかあんのかな。もう何も信用しない。このコースも何も信用しない。左下行ってたら魚に引っかかってたってことでしょ。じゃあここは甲羅を入ってヒップドロップをかまして土管に入っていく。絶対これが正解だよ。さあ進んでいきますか。いやでー、いやでもさ、今カロンの甲羅を履いていくなって書いてたよね。履いていかなかったらいけんのかな。いや絶対無理だよね。転がりがりがあったら先に進めないもんね。っていうことはキノコがいると思うんだけど、上にキノコがあるのが見えてるんですよ。実はこのキノコを取っていく。いや違うよ、取れないよ。なるほど、左下に落ちてくるキノコを取れっていうことね。もうわかりました。じゃあこのキノコを手に入れて、あのつららを抜けろっていうことだね。ここでダッシュしてシュー、朝玉をスペシャル。なんでノーワイって書いてる。ダッシュし続けたらいけないってことかな。ダッシュボタン解除したら先に進めんのかな。一旦それで行ってみていい。いや、なんでよ、なんでダッシュボタン解除したらいけんのよ。さあ進んで、やばいぞ、右に羽が見えてる。あの羽絶対取らなきゃいけないっていうパターンでしょ。一旦先に進んでみようか。この先に進んだら羽がいるね。じゃあここはこの場所で羽が取れるのを待っておけっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。今日はさ、アイテムがないと先に進めないっていう感じのギミックが多いかもしんないね。じゃあここで一旦ブロックを壊して丸々とリフト。一旦何もしない、これで合ってるんじゃないの。よし来た、上に光を示してるね。この光こそ道しるべでしょう。僕はもう矢印も光も信用しません。何を信用して生きていけばいいんでしょうか。ここは右下のこのハテナブロックでよかったね。絶対このブロック壊れるよ。なんで左に逃げる。これが正解なんじゃないかな。いや、このコンボ野郎が。じゃあこのオンオフをして一旦しゃがんで避けておけっていうことかな。右上に赤いブロックがあるから先に進めないよね。どっかに行き道があると思うんだけど、よく探せ、よく探すんだ。左上か、見えたぞ。このオンオフをすればいいっていう感じじゃないか。さあ行きますか。これで一旦もう一回しゃがんで避けておく。出ないのか。ここでスネークブロックに乗って、うわ、このスネークブロックすげえ怪しい。どうなんだ、右を進化して避けるぞ。真ん中に追っといてみる。真ん中だったら正解みたいな。ナイス。そして根本から逃げ、逃げすぎた。いや、まだワンチャンあるよ。右のワイヤー、あれが正解やってくる。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。ギリギリじゃねえか。じゃあここで中間ポイントを止める。話由来しました。じゃあここさ、一つしか溶かすなっていうことかな。なるほど、これで中間ポイントが取れて先に進めるっていうわけで、さあ進んでいきましょう。ここは一旦チビになって、なんて書いてるんだろう、ノーパイプ。うわ、嘘でしょ、こっちじゃないってことかな。いや邪魔くせえ、この唇植物。え、じゃあどっかに違う土管があったってことでしょ。あ、いやでもこっからだもんね、中間ポイントが。こっから先行けるんじゃないのかな。分かった、ここでキノコ取って早く右にダッシュ、これで進めるっていう感じだね。さっきと違うやんか。いや、この騙し方はうまいね。一旦ここで待っておいて、バネを手に入れて上に進めっていうことで、さあ進んでいきましょう。この上はなんかないのか。何もないね。さあ次はどんな罠が待ち受けてる。ここ早く右に行った方がいい。こっちが正解なんじゃないの。絶対あのオンオフ変わるよ。アイセイドノーパイプ、このパイプじゃないってことかな。じゃあさ、このドア入って一旦何もしないでおこうか。そしたらなんか変わんじゃないのかな。ほらほら、変わったでしょ。変わりすぎだって。2回も変わんなくていいって、このバネ野郎が。多分ね、ここでバネが出て大ジャンプしたら上に行ける。ナイス。そういう大丈夫。
めっちゃ焦った。このコーラいるんじゃないのかな。なんでよ。いやでもさ、ここブラパがいるからさ、あの亀のコーラないと絶対進めないよね。スピンジャンプで取るみたいな。それ取れる。どうだ。いや飛びすぎでしょ。なるほど、無敵時間を利用していくのか。ということはですよ、ここはスピンジャンプで無敵時間を利用してすぐ左。これで合ってるね。こっちがピンポンパイプでしょ。何ピンポンパイプって。魚邪魔すんだよ。じゃあここは土管に入った瞬間魚が襲ってきたよね。ジャンプしてよけるっていうことかな。ジャンプナイス。そんでここはメットがあるね。かぶるんじゃなくて投げると思います。なんでここで投げておこうか。そしたらブラパが落ちてもらう。これ絶望的じゃない。あらー。右側で投げたらいけないってことはさ、この底入れないのかな。あ、かぶっちゃった。やばい、これもう積んだんじゃないの。ガマ発見しました。もうどうしようもないね。誰か助けて。左側で投げろってことかな。一旦ここで投げてみる。そしたらね、土管に入れるみたいな、そんな感じじゃないかな。やっぱりこれで合ってたんだね。さあ行きますか。こっから右か左か。右はないよな。左の中間ポイント1で欲しい。なんでここですぐジャンプしてるね。邪魔くせー。何この方だ。右に行くしかないのかな。これ死体級の音楽でしょ。下は何このリスト。じゃあこっちに行くしかないのか。なんか今オールが鳴ってバネがなくなったけどさ、これ簡単にやられれるんじゃないの。ほらほら、ナイス。あれ、まだなんかついてる。ゴールがあるよ。これゴールできるんじゃないの。やった。今日のコースは短かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあさっきのトロールコース終わるの早かったんで、このコースを追加していきたいと思います。このコースね、ツイッターでクリアしてみてくださいっていう声があったんですよ。結構クリア率低いな。 0.98% ってなかなか難しいんじゃない。それじゃあ早速やっていきますか。ツリートップトラブルって書いてるね。どんなコースなんだろう。右上にベッドがいるけど、このベッド持ってっていいのか。持ってっていいのかっていう考え方がもうトロールコースのやり方だよね。一旦じゃあもうこれ捨てていこうか。多分いらないと思うんだよね。いや捨てられてくれよ。いやでもさ、このおかげでパックが簡単に倒せるからすぐいけるね。じゃあここはおいの通り信用していきたいと思います。トロールコースじゃないからね。で次はこのパックをどんどんタイミングよく避けていけっていう感じだね。いやこれはまだ簡単な方だね。クリア率が 0.98% のわけどっかにあると思います。まあ、中間取ってからね、難しくないみたいな、そんな感じとは思うんですけど。けよあれ。すいません、取り乱してしまいました。まあいつものことですけど、ここはじゃあパックが反対方向に行った時にタイミングよく降りれっていう感じか。これリズム天国だね。はい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 。よし。ちゃんとリズム天国できてたかわかんないんですけど。じゃあここはメットを持って、これ右行けんくない。うわ、あの一マスに入れってことかな。ちょっと行って、あの一マスにジャンプして届け。君に届け。やった。さあ進んでいきましょう。こっからだよな。第1チェックポイントからがね、難しくなるみたいな、そんな感じとは思うんですけど。これは乗ってっていいの。あ、これ乗っていかないけんっぽいね。下はやっぱりね、あのリフト乗っていかないけんっぽいね。じゃあさ、このリフト2つあるってことは、どんどん右左ジャンプしながら。なるほど、そういうことか。うわ難しいぞこれ。タイミングがちょっとでも遅れたりしたらさ、ナイス一発成功。上に歯だ。これむやみにジャンプしない方がいいね。ちゃんと待っておいて見定めた方がいいよ、ちゃんと。でここでピー音が鳴ってすぐ上に行けっていう感じか。いやこれ急いでいいかな、間に合わんみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。いや意外と余裕だったね。じゃあここはちゃんと鼻を避けていく。よし、これはギリギリに乗っていけって感じ。いや結構余裕あるからね、パックって。いやここは上に行けっていうこと。いやどっちなんだろうねこれ。
うわ、どっちかわかんねえな。下でいいのかな。一旦下行ってみる。危ない、あいつ降ってきやがったよ。これは大丈夫か。右を信用していいのか。頼む、リクちゃんってジャンプ届いてねえ。ちゃんとジャンプできてないけど、たまたま行けました。これはよしよしよし、いいところにツタが合ってくれたね。さあ、ここはパックンって書いてるんじゃないの。お、ゴール。これなんかゴールっぽい見た目してるよね。この先は家に行ってゴールがあるんでしょうか。これマリオになってる。可愛い目が放題になってるけど、さあここは右か上か。右入れっぽいよ。じゃあドアに入っていこうか。中間ポイントがないよね。まだ第2がないんだけど、あれ戻された。これ戻されてるよね。他に行き道があったんかな。まあ怪しいとしたらここなんだよね。一旦パワーブロック落としてみようか。落としておいて、あ、なるほど、これで上に上がっていけっていう感じじゃないの。あ、ちょっと待って。新しい、これは新しいよ。あ、花が植滅しました。じゃあ次はちゃんと上に乗っていこう。オンオフをした瞬間にすぐ右上に乗る。これで上に行けばなんかあんのかな。さあ、ここから何が起こるかわかんねえ。よっしゃ、あぶねえ。たまたまやられないといけないけど、あのパウの上に乗れってか、なかなか難しくないか。頼む、ちゃんと乗るよ。こっか、よっしゃ、こっから左に、このタイミング、よっしゃ、来た。第二中間ポイントゲットできるんじゃないんですか。どうなんだ。あ、これでゴールなんだね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ大量のつららということで、説明文見てもらっていいですか。うまく避けようって書いてるんですよ。本当に避けれんのか。これこんなに大量のつららを設置して避けさせるつもりなんかないじゃないか。ナピオキング大好き。いや、制作者さん、ありがとうございます。そのような名前にしていただいて。そして最速タイムを取ってる方もピオキングって書いてるんですよ。もう今からピオキングファミリーだね。ピオキング大好きさんは弟にしよう。そして最速タイムを取ってるピオキングさんはお兄ちゃんにしようか。そして僕ピオキング神だね。いや、これ相当難しいんじゃないかな。クリア率 0.33% だし。それじゃあ早速やっていきますか。あ、やっぱ合理条件はない感じだね。っていうことはシンプルにつららを避け続けまくればいい感じだね。これ左に行こうか。そして開幕つらら。いや、これどうやって避けんのよ。まず見極めていいかな。まず右か左だね。ゴールに近い右の方から行ってみようか。一旦右まで行って、なるほど、もう一回右に行けるっていう感じっぽいね。さあ、これでどんどん右の方に行けばいいんじゃないのかな。一旦壊れた瞬間すぐ右に行くみたいな。そして、いや、もう無理、もう無理だよ。こんなに打ってきちゃったらもう避けることができない。お母さん。お母さん、大量のつららがあるから溶けてくるね。こんなに大量のつららがあったら家の中に入れない。偉いわね、ピオキング。いつもそうやって。ピオキング、よくもやってくれたわね、私の大事な息子ピオキングを。こんな氷溶かしてやるんだから、息子を思う気持ちは誰よりも熱いわよ。ちょ、無理かもしれない。お父さん、助けて。お前らか、わしの妻と子供をやったのは。これふざけてる余裕ないで、相当難しいよ。ここさ、隣接するじゃん氷に。そしたら結構早く溶けてくれるんだよね。なんで隣接させた瞬間、こっから右、いやっばどうもご視聴ありがとうございました。見てください、世界一つららを取る男が早い男になってしまいました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。